こんにちは、セイサーチャンネルハルカと花とアキです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。最初のニュースです。世界より選挙活動が始まりました。コロナ禍での選挙活動は最大50年までの集会が認められ、11月6日までの60日間、感染防止命令を守ることが条件とされています。始まりましたね、選挙活動。はい、どうですか、花ちゃん、街の様子は。昨日、赤いばかり。赤いばかりだね。あれさ、歌あるでしょ、歌。歌？ん？赤いの歌？赤いの。そうでしょ。昨日はラカベ言って、みんな赤い洋服着てる。あ、Facebook のプロファイルもみんな赤い。赤くなってたね。ヤンゴンだから特に暑が目立つのかもしれないけどね。これがね、他の州行ったらね。田舎の方にはね、あれ、緑のやつも置いてあって、ね、来ました。じゃあ、そんな二人に質問です。スッチーさん、今どこにいるでしょう？ヤンゴン？知らない。スッチーさん、ヤンゴン来たかったけど、ないダメだって。あれ、今どこ？ネピド？ネピド。ヤンゴンにね、はい、来ると予定してた、8日に、はい、だけど、スッチーさんのさ、ところからさ、コロナの感染者出ちゃったじゃない、スタッフさんから。ああ、そう、スタッフ、おじいちゃんね。そう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 、はい、自宅で勤務する人だね、スッチーさんの、ヤンゴンの。はい、ヤンゴン。で、2人出ちゃったから、スッチーさんはもちろんコロナじゃないけど、ネピドーからヤンゴンに来ないでくださいって、許可が出なかったんですって。そうですか。昨日、家の部屋の一人も死んだ。元も病気あるからね。あ、増えたんだよね。ほとんどが病気、糖尿病？あ、そう、糖尿病と、糖尿病と、もう一個は、二個は高血圧かな。あ、はい。ふだふだそうだね。それはね、うん、大体その年、女性のメンにも、ま、お母さんにもありました、あの病気、二つとも。あ、そうなんだ。はい、だからちょっと太ってるからね、あれ。お母さん太ってるし。糖尿病で、あれ、怪我したとかにはね、すぐ治れない。あれ、糖尿病あるとね。血圧が、そう。それは、まだ、それはしょっぱいとか、あれ食べると、すぐ。あ、お母さんそれ気をつけないとダメ。あと糖尿病は最近お母さんチェックした時ね、出た。甘いもの食べちゃダメ。あ、そうだね。気をつけない。やっぱりいっぱいある。ちょっとだけ怪我するでも、どんどん治らないで大きくなって、皮膚まであります。足とか、そうそう、危ない。そうだね。はい。それ食べ物だね。食べ物だね。糖尿病も。危ない。50以上、40ちょっと超えて50ぐらいだと、それはみんな入ってるみたい。そうなんだ。次のニュースです。フォーカスポーションは、民間病院でのコロナ感染診療を受け入れる承認、病院側との交渉を開始しました。今までね、強制的にウェバギーとか、最近新しくできたのがパウンジーだっけ。パウンジー、パウンジー、ヤンゴンの近くとかね、はい、多分まあ病院がいっぱいになってきてね、感染者多いね。少ないと50人ぐらい、多いと100人ぐらいまで、ね、ヤンゴンは KTV 今日、孫とさんと談話した時、孫とさんから言ってた、あれ、タニア町の方に KTV いっぱい女の子が50人だって、あとはミンガロドーム工場、大きい工場、7000人が勤務する工場でもコロナの人見つかったらしいんだけど、続ける方向らしいですね。続けてる、続けてるって、その感染者とあと接触者だけ隔離して、はい、残りは。ハナはさ、昨日とかちょっと出かけたりした？買い物した、したの。違う、ね、ビクトリア。あ、ビクトリアやってたんですよね。なんかレストランとか、この辺のレストランもう閉まってる？閉まってる。やっぱりそっか。昨日からね。そうだね。レストランだけじゃなかった。
屋台よ。屋台も閉まってた。閉まってないですけど、屋台は。パセ？パセだけ。前だと椅子、座れる椅子あるね。昨日見た時その椅子全部ない。なかった。なかった。パセだけ。こっちのお店？そのお店も。まあいつも食べてるの。お店。パセだけ。パセだけか。あとさ、コンビニはさすがにやってる。ちっちゃいさ、個人がやってるお店あるじゃん。はい。あそこはさ、入り口に。あそこでさ、欲しいもの言って、あれが欲しい、これが欲しい、持ってきてくれて、お金をそこで渡すんだよね。でもこのベハベハの人たちはね、守ると思う。前もロックダウンしてた時、お店ね、朝、お昼12時ぐらいまで、私いた時、あの時、12時で、12時以上だと、何のお店もない、何もない。ごめん、店も屋台もね、ない。お昼だけお昼だけな、お昼までなんだね。はい、お昼まで、朝から。本当だと、あれ、ごめんの屋台とか、本当は夜まで、そうだよ。しないで、12時ぐらいまで。怖い。お昼、ちょっと12時以上だと、人見えなくなる。怖いね。我慢する。びょう、なんかバイヤ、花バイヤは人の中入って、人は人に、なんか食べるみたいな。ゾンビ？あ、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビみたいね。12時は夜はね、ダメ。出ないから。そうなっちゃいそうだね、前みたいにね。田舎に帰ると言った時、全部準備した。あれ、車の近くも買った時、あの時ね、自分の家じゃなくて、決まってるの、田舎に決まってるの場所あるね。あの場所に、これで行かないとダメ言ってから、もう帰れないの。1週間1週間、先週間ぐらい。1週間、先週間本当、だから危ないね。自分は守ない、病気ないで、家に隠してるはいいですけど、あの場所行くと、周りの人たちいっぱいいるんですよ。田舎はね、学校子供の学校ではそれでこれで入ってるから大変。お寺、お寺とか学校とか。お寺、学校。そうだね。使われてるね、そういうところが。噂でさ、ヤンゴン自体、金曜日からロックダウンする。ヤンゴン。ヤンゴン。ヤンゴンだけ。ヤンゴンだけ。今日のニュースは以上です。前コロナだと海外から戻っていた人いるときは言ってください。すぐ私たちに言ってください。言ってたんですけど、今日言うのはね、自分の親戚とか友達とか遊びに来た人いるとすぐ連絡してくださいって言ってた。遊びに来ただけで？はい。自分ね、ずっといるじゃなくて、他かな。多分遊びにとか、田舎から来る人たちがどこから来るの。いるとすぐ私たちに言ってくださいって言ってた。びっくりした。びっくりしたね。そうだね。厳しいね。じゃあ、じゃあ、エデリはないな、ジャンジャンは言わない。厳しいわ、それは。私、家に帰らなくなるから。帰れないな、私も。それでさ、だって、ね、周りの人の目が怖いよね。もう本当ヤンゴン市内でももう移動ができないね、こうなってくるとね。なんかなんか実家で近いから帰れるけど帰れない。でも今私は実家に、例えばおばあさんの家に帰ると、その帰った時もね、おばあさんの家の人たちは今私。仕事やってるのは介護人たちだから、ちょっとなんか私に心配。でもそこから戻ると、この話の人たちは、私は大丈夫、戻るから絶対心配。だからどこでも行けないみたいな。同じくしなきゃね、悲しい。それでは本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかと花とあきでした。またまた。本日も皆様に動画を見てくれて終わらせるな。私が大変。花
まだ体調悪いの？うん、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫？はい、眠たいの？眠たい。